来人で活躍する格闘家の工事チームワンが沖縄でレンタカー事業を始めることを発表高級車専門のレンタカー会社でその名もモテて社ないレンタカー観光地のど真ん中である国際通りにオープンするコ事が社長として手掛ける事業はこれで6つ目アパレル焼肉やジム運送会社などまさに青年実業家といった活躍ぶりだ 本業の格闘家としては、7月28日、日曜日、埼玉スーパーアリーナ、長来人3にて足澤流星、フリーとの因縁の再戦が決定している。